もしもし。はい、私ですね、 YouTube チャンネルを運営させてもらってます久保田と申しまして、ちょっとお聞きしたいことがあったのでお電話させてもらったんですが、少しお待ちくださいませ。はい、どうぞ。もしもし。もしもし。お電話変わりました、広報係です。ちょっと教えていただきたいことがありましてお電話をさせていただいたんですが、はい、今その皇族の序列、はいについてちょっとお伺いしたいんですよ、はい、ちょっと基本的なことで大変恐縮なんですけれども、多分範囲っていう言い方をされるんではないかなと思うんですけれども、内定皇族と内定外皇族ってその序列に関係あるんですか？はい、序列という表現はですね、宮内庁でしておりませんので、はい、特にご説明するものっていうのがございません。今回新年祝賀の儀で入場される順番って何か決め事はあるんですか？と、まあ、次第では天皇皇后両陛下の後に、うん、皇嗣殿下ですね、うんうん、でその後に内親王殿下などまた続かれるというような形でですね、うん、順番というのは次第で決められているものではございます。一応その入場する順番っていうのは、一応内定皇族と内定外皇族っていうところで、一応内定皇族の方から入場されるっていう認識でいいんですよね？そうすると一応内定皇族が先に入場されるとか、そういう次第にはなっておりません。ちなみに今回そのご年齢的には過去内親のより先に愛子内親王が、入場されましたよね今回って。あ、そうですね。それって何か意図があったわけではないんですか？少々お待ちください。はい、すいません、お待たせしております。ちょっと順番に関して、はい、特にその理由をですね、明確にちょっと宮内庁の方で発表しているわけではないので、ちょっと明確なお答えにはできないんですけれども、はい、それぞれのご審議等を勘案しながら宮内庁の方で決めさせていただいたということでですね、ご理解いただければと思います。宮内庁その審議に習って宮内庁の方で決めているということですね。宮内庁の方で検討させていただいて決めさせていただきました。うん、その審議の件でお伺いしたいことも実はあって、どうしても私分かんないことがあって、はい、何かっていうと、はい、秋篠宮様って真意って親王様でいらっしゃいますよね？皇嗣殿下ですね。皇嗣って真意になるんですか？皇位継承順位第一位の方ということでですね、はい、皇嗣殿下と応じております。皇嗣典範の中でも皇嗣たる王子は皇太子ですとか通例ですとされるじゃないですか。はいはい、で今回その王子ではないので、それに当たるものがないので皇嗣ということでお呼びしているっていうことになるんですか？少々お待ちください。はい、お待たせしております。はい、皇嗣というのはですね、皇位継承順位第一のものということになっておりまして、はい、皇嗣典範、先ほどおっしゃってたですね、皇嗣たる王女皇太子という、はい、まあ、規定がございますけれども、はい、今回はですね、はい、代に関する特例法でですね、はい、この法律の皇嗣系皇位継承に伴い皇嗣となった皇族については、うんうん、その皇嗣典範に定める事項について、うん、皇太子の例によるものとするという規定になっておりまして、うん、はい、今回ですね、皇嗣殿下につきましては、はい、皇太子の例によるものという規定がございます。うんうん、そう、実はそこが分かんないところで、これまで その歴代天皇を見ても皇太子って名乗られている方は実際に存在するじゃないですか。はい、確か平安時代ですと嵯峨天皇がもともと皇太子を名乗られた上での天皇に即位されていると思うんですけど、あえて今回その皇太子ではなくて皇太子というところの例によるってところで特例法で定められたのは何でですか？ あえて皇太子というところで定義しなかったのは何でなんだろうなと思って。
は法律で決められたことですので、ちょっと宮内庁で何かご説明ということを合わせておりませんけれども。ちなみにそれを決めたのは政府の方っていうことなんですか？そこら辺がすごい未だに疑問でして、あえて今回旧皇室典範定められたところから認められていない生前退位について特例で認める法律になるじゃないですか。はい、それに伴って、交代点も現行法では定められていないのであれば、それに伴う案件なので特例法で交代点を規定すべきではなかったのかなと私は思っているんですが、なぜそれをあえて交代点を規定せずに交代子の例にするっていうところでぼかしているのってなんでなんだろうなと思って。少々お待ちください。はい、すいません、お待たせしております。はい、すいません。そうですね、先ほどですね、ご説明した通りですね、この特例法に関してはですね、政府の方でですね、検討して決定されたものでございまして、はい、と、なぜですね、皇嗣という名前にしたかという明確な理由についてはこちらでお示しできるものではございませんけれども、要するに政府の主導で動かれていることなんで、宮内庁としてその詳細については分かりかねるというところですね。そうですね、はい、はい、分かりました。そうするとじゃあその辺は政府の方に話を聞かないと分からないことですもんね。そうですね、検討といいますか、その特例法の方を検討されたのが政府という形ですので、うんうん、分かりました。はい、特例法については皇室会議で案が議論されて政府で、法律を制定されているって流れになりますよね、今回って。皇室会議ですか？はい、皇室会議で内容は議論されていないんですか？というのも特例法不対象の第1条第2項に皇室会議の意見を聞かなければならないっていう文があるっていうことは、案自体は皇室会議で決められているんじゃないかなっていうふうに思ったんですが、内容については、はい、すいません、お待たせしております。はい、すいません。今回特に皇室会議を実施しておりません。あ、そうなんですか。はい、となるともう完全に当時の安倍さんですよね、安倍さんの中心に議論がされて決められてるってことですか？もう政府として決めたという形ですね。でじゃあ不対称に書かれている皇室会議の意見を聞かなければならないってなぜ入れられてるんですか？ むしろそこに皇室会議関係ないんだったら、どちらの条文のことを特例法の、特例法、今回 その天皇の退位に伴う特例法があるじゃないですか。はい、それの不対称あるじゃないですか。はい、そこの第1条不対称、それは皇室会議は今回開かれてないってことなんですかね。少々お待ちください。はい、あ、すいません、大変お待たせいたしました。はい、もしもし。はい、どうぞ。そうですね、はい、おっしゃってた規定に関してはですね、はい、その特例法の施行日についての、はい、意見についてはですね、皇室会議のですね、はい、意見を聞かなければいけないという規定でしたので、うんうん、施行日だけですか？それに関しては、はい、施行日に関して、うん、その意見を求められたので、そちらについては皇室会議として開催して、この日付の意見については、そういうことなんで、じゃあその施行されたということですね。いつからじゃあ施行しますかっていうお伺いは皇室会議に、議案として投げられて議論はされているけれども、内容については皇室会議関係なく決められたということですか？関係なくというか、まあ、実施内容についての特に皇室会議の意見などを言うということはございませんので、施行日に関しての意見ということですね。そうなんですか。そうなんだ。ということは内容は一切皇室会議で吟味されているものではないってことなんですね。
そちらに関しては。じゃあその内容を確認するのであれば、もう政府に直接聞いてくださいねっていうことですね。そうですね。施行日に関する皇室会議には秋篠宮様は含まれてないですよね、当時。そうですね、皇室会議の議員には含まれておりません。そうですよね、確かその時は外されてますもんね、はい、一応正規議員ではありますけど。はい、わかりました。じゃあ、あとの内容は政府に確認しろということで理解したのでありがとうございます。理解できました。はい、はい、ありがとうございます。はい、失礼します。はい、失礼します。皇室会議は経てないってことなんだ。じゃあ政府が勝手に作ったってこと？へえ、そうなんだ。そうなんだしか言いやんだけど。じゃあ皇室会議何のために必要あるんだっていう話やけどね。はい、という内容でした。どうやらその特例法自体皇室会議も経てない、宮内庁もとしてもタッチしていない、あくまでも政府主導で決められていたことっていうところで、宮内庁としては認識しているというところで分かりかねるという回答だったので、この内容については政府の方に確認をしていかないといけないのかなっていうところでの今回の結論になります。ということで K チャンネルの K でした。また次の動画でお会いしましょう。あなたの態度ひどすぎるよ。いや、ただですね、ただじゃないよ。